トランプワールドタワーはニューヨーク市マンハッタンユナイテッドネーションズプラザ845号に立つ超高層ビルである。トランプワールドタワーの建設は1999年に始まり2001年に完成した。設計は建築会 N コスタス・コンダイリスで高さ861フィートで72階建てである。暗いブロンズ色のガラスのカーテンウォールによるファサードを持つ。 全面ガラス張りのため、東はイースト側、西はミッドタウンの眺めが楽しめる。完成当時は世界一高い居住用ビルだったが、2003年にはドバイの21世紀タワーなどに抜かれ、現在30位前後となっている。また、当時はドナルド・トランプが所有するビルの中で最も高層だった。総工費は3億2500万ドルで、 価格は62万5000ドルから2800万ドルであった。最上階のペントハウスは2階建て分で、広さ2万平方フィート、価格は5800万ドルだった。しかし、このペントハウスは売れ残ったため、4つのユニットに分割され、販売された。現在の月あたりの家賃はスタジオで2800ドルから3700ドル、1ベッドルームで4600ドルとなっている。 2006年4月、アジアンフュージョン料理レストランメグが1階にオープンした。また、バー・ザ・ワールド・バーも入っている。マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツ、歌手のビヨンセ、ハリウッドスターのハリソン・コード、ルドルフ・ジュリアーに元ニューヨーク市長など、超一流セレブが多く住んでいる。かつて、ニューヨーク・ヤンキースの松井秀樹や、デレク・ジーターが住んでいたことがある。ドナルド・トランプは、 多くの不動産物件を手掛けており、五番街沿いには高級マンション、トランプタワーを所有している。このビルにも多くのセレブリティが居住していることで知られている。また、ウォール街に立つ40ウォールストリートを買収し、現在はトランプビルという名称になっている。コロンバスサークルにはトランプインターナショナルホテルタワーを所有している。トランプワールドタワーが舞台として登場する。 テレビショーや映画、ありがとうございます。